アロハタンタンです。本日は入門者の味方 DCT さんより UKS2152 ソプラノサイズをご紹介いたします。2152シリーズはフレームマホガニーが使われておりますので、トップ、サイド、バック、それぞれすべてかなり綺麗なカーリーが入っております。このシリーズはロゼッタ、そしてトップ、バックに別光柄のバインディングとロゼッタが入っております。フレームマホガニーなので若干柔らかめな甘いサウンドが特徴です。スケールなのでソロを弾く方には少し物足りないかもしれませんが、そこまでハイフレット高音域まで使わない曲でしたらソロウクレレもしっかりと弾けます。ソプラノサイズの軽やかさからハワイアンウクレレらしさというのは十分に楽しんでいただけると思います。本日ご案内いたしましたのは DCT さんの UKS2152フレームマホガニーを使ったソプラノサイズをご紹介いたしました。このモデル、この個体が気になるなという方はぜひお早めにお問い合わせご注文をお待ちしております。それではタンタンでした。アフイホー。